はいどうもパシです。今回は APEX でドッキリ動画を撮っていくんですけれども、今回はね、まあ、協力者よしこちゃんがいます。はい、はい、お願いします。ドッキリ仕掛けるの初めてかもしんない。今回どんなドッキリかというと、よしこちゃんがこのちゃんに対してこの後動画撮ろうって13時から約束してるんですけれども、2人で撮ると思ってるところに実は俺が来ると。あれなんでおパシさんいるんですかってなったこのに対して、いや実はお前大会の練習するって言ってたくせに全く APEX 練習してないだろうと、だからくんさんに許可を取ってよしこちゃんと交代してもらうよって言ってクビにしますと。めっちゃ嫌がるから、そこでじゃあ2試合やってポイントが多かった方をじゃあレギュラーとしてメンバーで出すよと。私も頑張んなきゃダメなんだよ。そうですそうです。いやでもよしこちゃんだってほらうちのジム来た時に私の方が上手いですよってプライベートの時言ってたじゃないですか。ああ、それ言っちゃうんだ。はい、くんキッズの中で私3番目か4番目に上手いですよって言ってたじゃん。いや言ってたけどそれ言っちゃうんだ。もちろんそうですね。ちょっとなんでそれ言っちゃうの。僕の話だと思って言ったのに。いや言っていい話は俺全部言っちゃうから。それでもとにかくこのちゃんに緊張感を与えつつ、まあ、最終的に多分このちゃんが負けたとしてもメンバーは変えません。まあそうですね、そう変えられないかなみたいなところで、そこで本当にメンバー変えちゃうとかわいそうなんで。優しい。いや本当は交代したいけどね。ボソッと今ボソッとなんか聞こえちゃったけど、変えていいなら変えたいんですけど。さあでは、はい、このちゃんどんな反応するのかやっていきましょう。はい、やっていきましょう。おはようございます。はい、おはよう。え、聞こえてる？あれ聞こえてる。聞こえてるよ。おはよう。え、はい。え、この子だけちょっと続けるんですか？はい。いやいやいや、怖い怖い怖い。いや、なんか、いや、なんでおパシさんいいんですかみたいにならないんだと思って。ならないんだと思って。あ、別に。あ、まあいてもいなくても別に。すごい痛い。動画撮ろうよこのちゃん。はい、ありがとうございます、助かります。 APEX なんですけど、はい、今回ちょっと企画というか動画のネタがあって、このちゃん毎日練習するって言ったのに全然してないじゃん。いや、してるしてるしてる。してないのはバレてるんだよ。してるしてるしてる。いや違う、え、昨日はしてないわ。ではい、くんさんにこのとよしこ交代してくれって言ったらいいよって、あれ、はい、いいよって言われたから、ちょっと交代をかけて2人で戦っていただこうかなと。 APEX で。おお、でもそれ交代したら私ゆきおさんとできるってことでしょ。あ、出れない出れない。ゆきおさんが出れなくなっちゃったからよしこちゃんがあぶれたっていうのもあって、え、そうそう、だからマジで今回のワクワクキッズカップ出れない。このこれ負けたら、え、え、何それ何それ何それ、聞いてない聞いてない。なんでそんな自分のこと何も聞いてないっすよ私。いやだって動画のネタになるからくんさん言うわけないじゃん。え、なのでトリオで2試合行って合計ダメージ少なかった方は大会出れません。申し訳ないんですけど勝たせてもらいます。ごめんねこのちゃん、動画も回してないし、すごい重要なこと言われてすごいドッキドキなんですけど。ちょっと待って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 、何それ何それ、聞いてない聞いてない。じゃあ大会出場権をかけてよしこ VS このやっていきましょう。絶対勝てないって。だってプレイ時間絶対違うもん、よしこちゃんと私。いや毎日練習してたからね、多分上手いんだろうな。さぞかしうまいんだろうな。最近やってないからさ、最近ちょっとヘラりまくって全然 APEX 触れてないから、このちゃんの方がうまいよって。え、こんな重い勝負ある？私は、まあ、APEX 好きだしオパキッズになろうかなってちょっと思ってるからさ、ここでちょっとオパシさんと仲良くしたいし、負けるわけにはいかないんだけど。元以上にダメージが入ってる、強がれない。勝てばいいんだよ勝てばいいんだよ。え、だって、え、よしこちゃん聞いて、このまさかのコーチングをプレレター隊の世界一うまい女の子に依頼してるんだよ今。はぁ、ずるくない？まだ1回しか習ってないです。いや私本気でやんなきゃダメじゃん。え、そうだよ。まずいな、ちょっと待ってくれ、私も何ヶ月カップ出れなくなっちゃうかもしれない。で、そのコーチングも立ち回りとかAIMの練習をしっかりねした上でもちろんしてもらえるんだと思ってたら、このちゃんは練習をサボってたから、せっかくプレレターの世界一俺が呼んだのにアークスター構えてパニック起こして死ぬだけと、ウルト構えてパニック起こして死ぬだけ。嘘でしょ？やばいでしょ。行かせるわけないじゃん。だから待って、ちょっとなんか心に余裕出てきたの。そう、ちょっと待って、やっぱそんなやつと一緒に大会は出れねえよ、勝てねえもん。そんなやる気ねえやつ。俺でもやっぱやる気ある女の子とやった方が楽しいもん。俺私やる気しかないです。そう、よしこしか勝たん、よしこしか勝たん。このちゃんがもうダメージ多いすぎて黙っちゃってね。正論しか言われてないから何も言い返すことがないんですよ。自業自得よね、今回出れるか分かんない。マジか、うん、7万人いるんだけどな、まあ、7万人持ってしてもダメ。でもよしこ9万人いるから。いやでも3ヶ月の中だったら私2番目じゃん、もっとゴミいるから。ゴミゴミゴミ。登録者少ない身内をゴミって言うな。こういうとこ、そう、そういうとこ。え、なんで最近さマリカーとかスプラとかさ大会控えてんのに別ゲーばっかやってんの？確かに。いや、APEX じゃないよ。APEX はだって取れ高がない、チャンピオンとかキルもできないから。
マリカだったらいけるって。いや普通登録者7万のゴミが50万の人と大会出るんだったら練習すると思うんですよね、ね、おっしゃる通り。そう、俺なんでしないんですか、ね、なんでマリカーとかスプラばっかやってるんですか。延期になったしまだ時間に余裕あるし、いくらでもね練習はできますよ、やろうと思えば。怠けてるぞ怠けてるぞ。いやだって、受験勉強もまともにできなかった女があのエイペックスの練習まともにできなきゃないんですよ。なんで開き直ってんの。え今日も私中国のこの授業マジで寝坊してサボったし、うん、できない、できるわけがない。ここっていうことじゃない。私はできない側の人間だからしゃあないと。しゃあない道にするなと。はい、まあでも今回は勝たせてもろて。あそうだそうだ、ダメージ与えなきゃいけない。えそうだ、あっさんと出るうんぬんの前に参加税カップをかけた戦いみたいなところあるからね。間違いない。結局出る人が決まらなかったらだって出れないから。このじゃやだ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 、よしこちゃんよしこちゃん見て見て見て、この方に3人が突っ込んでってる。いやいやいや、あ本当だ。あ待って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 、本当に近くに。頑張れ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 、頑張れ。一台も当たり前も走れば私あーあれあれ何ダメージ出たんですかね、あの人は。何ダメージか。あれコロンちゃん今ダメージいくつでちゅか。1200とかですね。1200か。じゃあ俺たちは頑張ろっか。頑張って1300出しに行こうぜ。あのバナプンに行ってもらって。1200あるならいらんべ。コロンちゃん大会でそんな個人行動して死なれたら困るよ。そうだよ、なんかそんなねひどいことばっかり言って周り見てみ、気づいたら人が誰もいなくなる。そう、リアル現実と同じやで。あ、ごめんなさい、本当に刺さるんでやめてもらっていいですか。何も言えなくなっちゃうね、私。現実と一緒。でもあともう5舞台じゃないですか。わー、やば、うん、まあでももう1200出てるんでしょ。待ってよ、嘘嘘嘘嘘、0000、もう何もない、何もない、何もない、0000。バギバギ0、女子大生が何か言ってるわ。虚言癖。え安心してほしい。撃たれてない。撃たれてる。メセックいる。どっち、フォーマー学は。ね、あ、こっち側かな、こっちの…え、来て、え、なにあれ、え、こっち、ちょっと待って、あー、マジ、ごめん、ごめんなさい、やばいやばい、え、待って、え、早すぎる、いくらなんでも。え、え、ちょっと待って、これまずいな。1試合目、あの、全員ゼロダメです。次に全てがかかったということで。そういうこと、うん、そうそうそう、もちろん、だって3人がね、同時に回してるから、やらせとかしないですから。あー、ごめん、え、それ、よしこちゃん、それやばい。よしこちゃん、よしこちゃん、よしこちゃん、動画的にこれよしこちゃん勝った方がおもろいやつだって。動画、あ、空元気死んだ。あれ、これで俺がよしこちゃんだけ生き返らせればいいのか。あれ、さっきやらせなしとか言ってなかったっけ。あれ、高カットで。やばいやばいやばい、やばい、やばい、頑張れ頑張れ頑張れ。よくな、よくやばいって、それは。これはね、やらかし。今の脳幹、脳幹。編集者さん、カットお願いします。カットでーす。私の編集者は絶対カットさせませんよ。あ、大丈夫ですよ、あの俺らのところでカットされてるんで。うん、なかったことになる。1万と9万には勝ってない。もう7万のゴミじゃねえ。うわ、べ、ダウンした、ごめん。これはやばい予感がするぞ。無理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 、なにこれなにこれなにこれ。え、嘘でしょ、このなぜそこで蘇生。これからってちょっと思っちゃった。私が一番ダメージ取ってるじゃないですか。これ、おい。全然煽るほどポイント取ってねえじゃん。そんな変わんないよ。勝手にやって今私勝ってるけど、本当にこれよしこちゃん勝つまで終わんないよ。そうでしょ。まあ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 、カットすればねいいから。お、やらせ応じてくれんの。やらせとかやっぱするんすね。何で最初に言い出したの。お前千葉八の女にマジで厳しいぞ。お前ら。50万人に向かって7万人のゴミがお前とか言ってんじゃねえぞ。俺、お前らって言われたら何年ぶりだろう。ちょっと興奮するね。え、おぱしさんもそっち側ですか。あ、違いますよ。おぱしさんもそっち側ですかでさ、なんか通じるのがなんかもうちょっとおもろい。わわわわって120万サブのグラさんがね。サングラスが、グラさんおじさん。お、よしこ、やーすわ、ごめんなさいね。というわけで参加税カップ、よしことおぱしさんで出ます。出ます。まあもうこのちゃんこれで出れなくなったの確定したんで。はい、わかりました。ちょっとニヤニヤしてるけど本当だよ。ああ、はい。いや正直爪痕残せないならまあ正直みたいなとこあるんで。売名以外興味ないんだね。どうしましょうかね。どうすんですかおばさん。おい、この空気感は想定してなかった。私も。じゃあ
よしこちゃんからお願いします。っていうのは全部ドッキリで、コノがあまりにも練習してないから、おばしさんがちょっと数を入れたいということで、よしこちゃんにこのままで技を奪われるぞっていう話なんだけど、そしたらまあ奪われてもいいし、売名にならないなら別に出なくていいっすよっていう温度感で来られるとは思わなかった。あー、やっぱよしこと出ます。おばしさん出よっか俺たちで。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。